Ladies and gentlemen, boys and girls, Tokyo Disneyland proudly presents the Walt Disney Centennial Anniversary Concert of Dreams. Concert of Dreams will be performed by the Tokyo Disneyland Symphonic Orchestra under the direction of Mr. Akira Miyagawa. Thank you.
進行役を務めさせていただきます重森あゆみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めてご紹介しましょう。本日は指揮者としてお迎えいたしました宮川明さんです。演奏は東京ディズニーランドシンフォニックオーケストラの皆様です。そしてミッキーマウスとミニーマウス。幕開けの演奏はワンマンズドリームのテーマからお送りいたしました。ウォルトが夢を綴ったワンマンズドリームは東京ディズニーランドが開園して 5周年の時にここショービーズでスタートしたそうです。ミッキーたちの活躍はもちろんなんですけれども、実は宮川明さんはその当時のオリジナルスタッフとして音楽制作にも深く携わっていらっしゃったんですよ。懐かしいワンマンズドリームの後はゴールドが直接携わった映画音楽の中から皆さんにもたっぷりと楽しんでいただきたいと思っております。その前に本日はとても素敵な方からメッセージをいただいております。皆様両側にあるスクリーンをご覧ください。 Hello, I'm Roy Disney, Vice Chairman of the Walt Disney Company. I want to welcome you all to Tokyo Disneyland, and I especially want to thank the Oriental Land Company for this wonderful birthday present to my uncle, Walt Disney. It's certainly appropriate to salute Walt with a musical concert. He understood the emotional power of music, whether a simple song like Who's Afraid of the Big Bad Wolf and Three Little Pigs, the beautiful songs sung by heroines like Snow White, Cinderella, and Sleeping Beauty, or the towering symphonic music of Fantasia. Appropriately enough, one of his last great films was a wonderful musical, Mary Poppins. In fact, during his career, the Walt Disney Studios received a total of 31 Oscar nominations for music. Music permeated everything Walt did, from his movies to his TV shows to his theme parks. You'll notice that everywhere you go at Tokyo Disneyland, you hear music. Walt's musical heritage is now the heritage of the world as people everywhere hum the tunes that he inspired. I hope you'll now sit back and enjoy this musical tribute to Walt Disney, a man who truly helped make the world sing. Thank you very much, and may all of your dreams come true. それでは早速参りましょう。映画「白雪姫」の中からメドレーでお送りいたします。映画の中の素敵なシーンを思い浮かべながらお聴きください。Thank you.
作曲家の先輩がいるわけですけれど、中でも今の僕の仕事の一番近い仕事をなさってた方だと思うんですけれど、つまりウォルト・ディズニーっていうのは、さっきロイ・ディズニーさんの話もありましたけれど、音楽なしにはディズニー作品は語れないわけですね。だけど作曲をしたのはウォルト・ディズニーさんじゃないですよね。ということはその時代その時代にウォルトを支えた
作曲家が何人もいたわけです。その一番最初の人がこのフランク・チャーチルさんだったわけですね。特別な思いが僕にもあります。フランク・チャーチルさんがいらっしゃったから、そうそう、そうだと思うんです。はい、一人素晴らしい作曲家をフランク・チャーチルさんがいらっしゃったから、そうです。それがあのいろいろ続いて、今その一番端っこに僕がいるんだと勝手に僕私は思っております。はい。でね、そういう何人かのパートナーがウォルトの生涯を通して作曲家のパートナーがいたわけなんですけれど、次に聴いていただきたいのは、シャーマンブラザーズという作曲家の兄弟。これが、ウォルトと、何年間か一緒に大切な仕事をいくつかしているんですね。そのうちの一つのメリーポピンズが代表作なんですけれど、はい、それをメドレーで聴いていただきたいんです。はい、わかりました。楽しみにしてください。ぜひお願いいたします。それでは今お話にも出てきましたシャーマン兄弟の曲を聴いていただきます。素晴らしいメロディーに皆様も酔いしれていただきたいです。メリーポピンズからお送りいたします。Thank you.
ってを歌っていただきました。歌ったのは重森あゆみさんでした。どうですか？小さい頃からディズニーオタクのあなたがここディズニーランドでディズニー映画の曲を歌うわけです。どんなお気持ちですか？そうですね。これだけディズニーを愛している皆様の前で、私も子供の頃から大好きだったディズニーランドで歌うことができる喜びと、あと大好きなミッキーマウスとかミニーマウス、皆さんが同じ舞台で踊ってらっしゃるっていうので、とても興奮していますね。まだ、はい、嬉しいです。マキダさん、次の曲を教えてください。次の曲はね、僕はディズニー映画をいくつか見てて、とても印象に残ったことがあって、それをメドレーにしたので聞いてもらいたいんですけれど、ディズニー映画ではよく人が歩いてます。わかります？つまり小人が炭鉱に行くために歩いてます。そういう音楽ありますね。それからピーターパンでは迷子が森の中を歩いてます。そういう曲がたくさんあるんです。ですからこれは一つマーチのメドレーを作って、いろんな映画から子供や大人も含めてスキップしたり歩いたりしている音楽だけ集めてメドレーを作ってみました。それを聴いていただきます。題してディズニーシンフォニックパレードです。とても楽しみです。お願いいたします。それでは皆さんもお楽しみください。ディズニーシンフォニックパレードです。Thank you.
皆様と一緒にウォルト・ディズニー生誕100周年をお祝いできたこと、とても嬉しく思っています。ウォルトはたくさんの夢を残してくれました。これからも私たちは彼の意志を継いで引き続き新しい夢を皆様にお届けしたいと思っております。本日の夢はいかがでしたでしょうか。
We hope you enjoy Concert of Dreams, ladies and gentlemen. And please enjoy the rest of your stay at Tokyo Disneyland. Thank you.